はい、ありがとうございます。ありがとうございます。先ほどまでは高橋さんの国際協力に関心を持ったきっかけっていうところから、なぜ架け橋っていう事業をやろうと思ったかみたいなところのきっかけをお伺いしたんですけど、はい、ちょっと改めて架け橋っていう事業の趣旨とどんなことをされてるのかっていうところをお聞きしてもよろしいですか。端的に何をしてるかというと、中東のパレスチナで作っていただいた手仕事を日本でご紹介する、販売をするということをしています。そういうことですね。ありがとうございます。具体的にどういった商品を販売されてらっしゃるんですか。大きく2つ軸があって、現地のオリーブの木がすごいたくさん取れるんですけど、オリーブの木を使ったテーブル周りのものと、現地の布を使ってまた別の方と作っている商品とに大別されます。なるほど。具体的にちょっとお伺いしたいなと思ったんですけど、はい、オリーブの木ってもともとオリーブの木を使った加工品っていうのは、パレスチナではあったんですか。はありました。そうなんですね。そうです。観光客とか巡礼者に向けた、はいはい、主にキリスト教の文化なんですけど、いろんなキリスト教像とかを、はい、そうなんだ、はい、スプーンとかそういうのもあったんですか。そういうのも、うん、いつからかっていうのは分からないんですけど、うん、宗教関連用品に関しては結構遡って作られていた。そうなんですね、はい、じゃあオリーブの木を加工して商品化するっていうのはもともとパレスチナにあったんですね、はい、なるほど、ありがとうございます。もう一方でパレスチナの布みたいなところを使って商品を作るっていうのもされてらっしゃるんですね、はい、具体的にどういったものをされてらっしゃるんですか。はい、こちらなんですけど、この商品ですね。せっかくだから開けてこの状態で見せした方がいいかなと、はい、カフィーヤという布で、もともと主に男性が農作業とか漁業の日差しがきついんで日よけで使ってた布なんですけど、この工場が実はまた1個しか残ってなくて、でうちはこの工場とやり取りをしているわけでは実はなくて、これをここに買い付けに行ってご自身で選んで買ってきた女性の愛車さんという方がいらっしゃって、その方と一緒にやってます。なるほど。じゃあ布自体を買ってきて、そうです、加工自体はその方がやるみたいなイメージなんですね、はい、ちなみにこの商品はどんな商品なんですか。これはこっちに向けると箸袋になっています、はい、扇子も入ります。じゃあここは箸入れもしくは扇子入れって感じでやっていて、はい、そうです。実際じゃあこの中にもなんか箸は入ってるんですねマジックみたいになってますけど、はい入ってます。でもこれ結構しっかりしてますね。固めな木ですね。このスマイルの文字っていうのは、はい、何なんですか。スマイルに見せかけて T という。そっか、じゃあオーダーメイドもできちゃう感じですか。そうですね、やろうと思えばできると。ネーム入れなんかも、うん、クラウドファンディングをさせていただいたんですけど。あ、そうなんですね。その時の返礼品で今作ってます。クラウドファンディングはもう集まって達成した感じですか。今年の春におかげさまで達成をしたので、うんうん、その返礼品をゆっくり返しているっていうところなんです。そうなんですね、はい、ちなみにその時のクラウドファンディングはどれぐらい集められたんですか。100万円目標にしていて、104万少々まで行っていただいて、すごいですね。身近な人にも助けていただいたので、はい、実際それ何名の方から応援されたクラウドファンディングだったんですか。同じ方が2回されてたりするんで延べなんですけど、159人、はい、あ、そうなんですね、はい、それどうやって周知されたんですか。 Facebook とか他の方にも広めてもらったりとかして、自分自身ではそんなに広められないので、はい、SNS でシェアしてくださいっていうのが一番良かったですし、取材もその時期にしていただいたりしたので、それもちょっとあったと思います、うんうんうん、あ、そうなんですね。その時の取材っていうのはどこの団体からの取材なんですか。ウェブメディアでアイディアズフォーグッドさんというところがあって、はい、いいアイディアは使うみたいなところなんですけど、へ、そこで。そうなんですね。この布は愛車さんが作られたやつ。これも愛車さんです。そうなんですね、はい、これってスマホケース。そうです。中はシリアの地域の織物をパレスチナで買ってきて、愛車さんが、はい、愛車さんの住んでるところが北部でシリアに近いので、うんうん、その思い入れもあると思うんですけど、ちょっと見ていいですか。これ、はい、これすごい綺麗ですけどね、布。これは今販売されてらっしゃいますか。これはもう今販売していて。そうなんですね、はい、で外側が愛車さんのこだわりで家具工場、地場産業であるんですけど、うんうんうん、それを集めて回ってソファーとか椅子とかカーテンになれなかった布を作って回ってこっちとこっちと合わせて、はい、なんでも一期一会で。なるほど。それはもう愛車さんの主流のやり方としてアップサイクルをなるべく取り入れるっていうことをされていて、そうなんですね、はい、結構布しっかりしますね。もともと産業布といって家具用なので、うんうん、確かに服布よりもしっかりしてますね。確かにそうですよね、うん、触った感じ、はい、じゃあこれちょっと気になった方は概要欄にリンク載せておきますので、はい、ご確認ください。はい、ありがとうございます、はい、ちょっと話変わってしまったんですけど、今愛車さんっていう方いらっしゃったと思うんですけど、はい、その方が今後キーワードになっていくと思ってるんですが、具体的に愛車さんと今後どういったことをされていこうとされてるんですか。この布はベースにしながらで、うん、例えばこの布も今お箸袋なんですけど、すごく素敵な柄がたくさんあって、はい、それを使ってもっと台所周り広げていきたいなと思っていて、うん、ちっちゃいもので
で言うと歯切れでコースターとかできるんじゃない、うんうん、っていうのを言ってますね。いろんなカラフルなのが揃うと可愛いんじゃないかなっていうのを言っていて、はいはいはい、こっちのアップサイクルの布と後ろの布に関しても、うん、パレスチナって刺繍が有名でして、そうなんです、ね、クロスステッチのパレスチナの特産で、実はこのちょうど収録の数日前にユネスコの世界無形文化遺産、和食も確かそうだったと思うんですけど、はいはい、あれに認定されまして、すごいですね、うん、初めて知りました。嬉しかったですいや そんなあの日本のニュースには流れてないと思うんですけど、そうなんですね、パレスチナ界隈で盛り上がりました、実際アイシャさんが作られるデザインの強みみたいなのって何かあるんですか、うん、日本に馴染むというか、うんうん、色使いとか合わせ方とか、うんうん、刺繍の時も結構聞いてくれるんですけど、これでいいかなと、はい、日本ってあんまビビッドにしない、シックにしてほしい感じは割と分かってくれるというか。そうなんですね、うん、ありがとうございます。ちなみにアイシャさんってクロステッチっていう技術を使って商品を作られてると思うんですけど、もともとアイシャさんとどういうきっかけで仲良くなられたんですか。インスタグラムでちょうど箸以外のものとか布もやりたいなと思ってた時に拝見して、うん、アイシャさんはアイシャデザインというご自身のブランドをされてるんですね、うんうん、で海外に向けて販売していると、でそれを見てアップサイクルの布とカフィーヤとシリアの織物を合わせたカバンだったり、うんうんうん、いろんな商品、テーブルマットだったりっていうのを作ってるのを見て、はい、こんな人パレスチナにいるんだと思って。じゃあ元々は全く知らなかった人で、全く知らない人ですインスタグラムを見てDM を送った、 DM を送ってそうなんだ。そしたら向こうの反応は最初なんて言われました。すごいクイックな返事で、うん、OK みたいな行動力早いですね。やるよみたいな、こっちがいいんですかってなって、もうその1週間後に会ってました、スカイプで。そうなんですね、まだ対面ではお会いしたことないないんですよ。それでもう商品があんなクオリティで出てくるってすごいですね。向こうのポテンシャルですね、うん、そうなんですね、はい、じゃあもう実際に知り合ったきっかけはインスタグラム、はい、DM でやり取りして、うん、スカイプでお話しして、はい、製品も完成したと。実際高橋さんがアイシャさんとされる前って、はい、どういう商品をアイシャさんは作られてたんですか。大きめのトートバッグ、キャンバスバッグ、そういうことですね、が多かったですね、写真では。でもいろいろしてました本当に。そうなんですね、うん、高橋さんがオーダーしたやつは、はい、アイシャさんが持ってなかった製品をオーダーしてたって感じですね。そうです。じゃあもうそこで親和性が強くなって新しいものを作っていったみたいな感じだったんですね。まあそうです。こうアイシャさんが最初すごくオリジナルのものになんとなくこだわりがあったので、はい、それでアイシャさんも新しいものを作るっていうところだったんで、最初はそういうところから始めたんですが、だんだんアイシャさんが作ってるものっていうものも活かしていきたいと思うようになって、はい、今そこですね。そういうことなんですね、うん、ちなみに日本でどうやったらアイシャさんの作られてる製品とか、はい、今高橋さんが展開されているような製品っていうのを購入できるのかなってお聞きしたいなと思ってるんですけど、はい、先ほどご紹介いただいた EC サイトっていうのは概要欄から購入できると思うんですけど、はい、店頭とかそういったところでも販売されてらっしゃるんですか。そうなんですよ、店頭ですっごい販売したい。なぜなら持ってもらって箸とかはそうじゃないと選べないところあると思うんですよ。対面からオンラインショップっていう流れは自然だと思って、なのでなるべく自分自身がマルシェだったりとかエシカル系の催し物に参加して架け橋として出展するっていうことも関西中心でこれまで結構やってきてるんですけど、はい、委託販売ですね、置いていただいてるような店舗さんっていうのも増やしていきたいと思ってて、関西にいくつかあります。あのショップリストみたいなのをホームページに作ってますんで、はい、そこに随時増やしていきま す、ね、じゃあ拠点は関西の方が今多いと。今はそうです。ただ関東に関しても委託販売っていうところで置いていただく方っていうのを、はい、めちゃめちゃ募集してます、はい、なぜならクラウドファンディングでもご支援いただいた方、うんうん、東京の方も結構多くて、うん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 、実際に見ていただく場所として関東も欲しいなっていうのは。そういうことですね。ぜひこの動画見られてみたい高橋さんの今製品とか置きたいっていう方いらっしゃれば見るだけでも、はいはい、よろしくお願いします。こちら側にお問い合わせいただくよりホームページにお問い合わせいただければなと思いますねはい、ありがとうございます、はい、なんか他に告知とかありますか。これを撮ってる段階で私もわからないところがあるんですけど、はい、ただ今年2022年は去年販売を始めてやっとこうアップアップなところから来て、はい、いろいろ挑戦していく年にしていきたいですし、もっともっと知っていただく一人でもこの方に触ってもらうっていう年にしたいので、展示会だったりとかそういったものにも挑戦していきたいなと思っています。はい、ありがとうございます。そこのイベントとかホームページとかに掲載とかされていく、はい、常に随時掲載いたしますので、うんうんうん、もしよかったら確認いただければなっていうところですね、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとあの架け橋っていうところの事業の説明を今まではしていただきました、はい、ちょっとこれからは最後っていうところで、高橋さんにとって、まあ、国際協力って言ったらちょっと幅広いかもしれないんですけど、 そうですね、そういったところもお聞きしていければなというふうに考えております、うん、はい、本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。